演歌かけました。演歌機演歌機、スムーズな演歌機、いいね。すごい、私がこんなに見出すなんて珍しくないですか、うん、素晴らしいやっぱりね、はい、先シーズンの、はい、マジックソウルの効果が、そうですよ、はい、びっくりですよ。お、今いいターンしたねいいよ、よし。じゃスピード上げる練習しようか、ちょっと。はい、スピード上げていこう。はい、バイブ下げるのと一緒で、はい、アクセル全開でいきましょう。アクセル全開でいきましょう、はいじゃあね、普通ね、こっから向こうまで、はい、もうできる限りスピード出してもらう、もうできる限りでいいから。わかりました。それ追いかけるか。はい、いいよ、もっともっと向こうに、もっともっと、いいよ、もっとだね。よし、じゃあもっとこの振り幅を大きくして、上半身のダンシングも大きくして、もっともっとスピード出していこう。はい、ゲゲイ、いいじゃんめっちゃ早かったよ。早かったですか、うん、ちょっと見てみる。はい、今、はい、スピードを出そうとして、はい、こう頑張ってやってたでしょ、はい、このね、これね、あのクじゃなくてクピタピタへピタっていうのを作ったよ。グイーンピタ、グイーン見ててやるから。あー、かっこいい、かっこいい。あ、これだな。早い、早い、まあこういう感じだよ。なるほど。あのね、これだとね、はい、曲がろうとしてスピードをつけるところで自分で逆の動きしちゃってる。あー、止めちゃうんだ。この回った力をこっち側にこう動かしたいのに、はい、自分の体が先に動いてから、はい、こっちにから、はい、なんだろう、空回りしてるみたいな感じになっちゃう。おー、一回自分の動きに対して、お、スピード乗ったぞお、スピード乗ったぞ、よしスピード乗ったぞ、よし、ね、はい、止まる、動く、止まる、動くっていうのを、いろんなタイミングね、このぐらい動かしたらどのぐらい止まってればいいかなとかっていう幅を増やしてみて、
おお。そしたらね、もっとスピードつきますから。バタバタしないですね。そうそうそう、バタバタする人ね、あんまりないから。そう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 、力強くしたり弱くしたり、大きく動かしたり小さく動かしたり。大きく動かしてる。そう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 。塔が難しいですね。あ、あとね、はい、これ一個すごい大事なこと忘れてた。それ教えるね。はい、止まるっていう動き、加速させるために一番大事なことって、まっすぐ、はい、曲げる、まっすぐがもう超基本的に大事。うーん、歩くのと同じだから。重心移動する、足一歩出す、戻すでしょ、同じだから。重心移動する、でターンする、戻す。へー。だけどキャシーの場合はなんかこういう感じだった。上手い人はわかるでしょ、キャシーの場合はこうなの。それはコミカルになっちゃいますよ。だからコミカルなんだよ。理にかなってないんだよ。はい、だから、はい、ターンしたらまっすぐを作るの。はい、まっすぐ、まっすぐ、はい、まっすぐ進むだけじゃなくて、糸もまっすぐです、はい、上半身動かす、まっすぐ、このまっすぐの状態でアクションをする、で倒す、まっすぐの状態でアクションをする、倒す。へえ。おお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 おっていう感じだね。はい、よし、やってみよう。はい、ほら、今崩れたでしょ、はい、なんで崩れたかっていうと、足を先に動かしてた。いつも崩れるときは足を動かしてる。足を動かしてから上半身を動かしちゃってる。上半身が遅い。上半身が遅いんじゃなくて、順序、手順が間違っちゃってる。上半身を倒してから足首なのに、足首を動かしてから上半身を持っていこうとするから体が倒れそうになっちゃう。そのためにまっすぐっていうのは、その状態ね、はい、今のその状態を作るのがまっすぐ。ワンターンしたらその元に戻るっていうのを繰り返す。ほら、今連動して動こうとしてたでしょ。ターンが終わった後にもうすぐかかと側に行こうとしてたでしょ、体が。それをまず作らないように、倒したら戻す、倒したら戻すっていう。今倒してこっち行ってっていう、さっきのこういう人みたいになってるでしょ。そうそうそう。それにならないように一回止まる、倒す、止まるっていうのを、まずそこを意識してできるようにしてあげる。はい。そこからどのぐらい倒せばいいかっていう基準が生まれるから。はい。今基準がないの。キャシーは今、はい、こうターンしてったら、はい、まっすぐ。ね、これを作れてると思ってるんだけど、はいはい、ターンヒールにこうターンしていった時にまっすぐって思ってるんだけど、あ、そう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 、使ってるじゃなくて、この時にターンしたらまっすぐ、ヒールにターンしたらまっすぐ。
の先に倒したらまっすぐ。はい、これは多分多くの人がターンがなかなかうまくできないっていう悩みは、はい、一番は俺はこれだと思うの、はい、ターンが終わってないの毎回、はい、ずっと続けっぱなしのまんま、はい、終わらせる動作をしてないから次のターンが同じ動きをしようとしてもできないの。まっすぐ進んでたらさ、はい、このぐらいターンしたらこのぐらいできるなってなるじゃん、はい、でもキャシーの場合は毎回何が起きてるのかというとこういう感じみたいな感じ無理だからもうずっこんずっこんずっターンしようっつってやってんだけど無理だからね。ハンドルグ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 ルってなってる車でさ毎回行きたい方向に行くの無理じゃん。そうだから必ず、はい、まっすぐ進む、ターンする、はい、まっすぐ進む、はい、のこの最後のまっすぐ進むっていうのは、はい、ターンを終わらせる動作だから、おしっかりターンを終わらせることを意識して練習してみてください、はい、おじゃあやってみましょう、はい、ほら分かったでしょ分かったでしょ初めてターンが終わってないって分かったでしょ、はい、で、まっすぐの時間を長く作ってごらん。長く作ったらどれだけ不安定な止め方してるか分かるか。まっすぐは時間ない。そう言ってターンしたらはい、スー、ほらほら微妙に右に曲がったでしょ、はい、それを微妙にじゃなくてもう完璧にまっすぐまっすぐ、ふらつきます。そうそれそれが分かることが非常に大切なんです。今日先生何度も言いますターンの終わり方テストに出ます非常に大事です。毎回、はい、要はふらついて終了のターンをしてる。あでもそれに気づいてない、はい、ってことは、はい、毎回適当にターンを終わらせてるの。ここを意識高くするとねターン一気に変わりますから。へー、全部同じようにターンしてる感じじゃん、はい、俺のターンって、はい、それはちゃんとターンを終わらせてるから。へー、毎回ゼロからスタートすればいいからどのぐらいやればいいかっていう予想がさすぐできるじゃん、はい、でも毎回プラス10だったりマイナス20だったりもうブレブレなわけよ、はい、こんな感じでよし次こっちだうーんターンってやってるから難しい、はい、だからねターンの終わりをちょっと今日は意識して練習してみよう。ターンの終わりターンしてまっすぐ自分時間的に1、2、3まっすぐフラーってしないようにフラーってしないポジションにちゃんと返ってくるターンをやりましょうっていうことです。じゃあやりましょう。はい、練習します、はい、よし、あっつ。まあね、今教えたやつは、はい、すんげー地味だからでもね、このやっぱ地味だけど大事なことですね。そう、地味な部分の意識が分かってやってるかやってないかっていうのすげえ大事だから、はい、さっきまで分かんなかったじゃん、はい、え、何がですかみたいな感じだったでまっすぐ行ってますけどみたいな感じだったでしょでも、あ、そういうことね、あ、そこまで意識しないといけないんだっていうのが分かってくるとあ、はいはい、確かにできてないわってなるじゃんか、はい、で、そのね、意識してなくてできてないことって意識し始めたらすっげー難しいの。難しいですよ。もう何もできなくなっちゃいますもんでもね、そこを、
本当に難しい場所なんだけど、意識してるかしてないかだけで全然違うから。でもこれまた意識する場所が増えたでしょ。はい。ってことはまたコーンも同じようにやると全然違うから。両方いけるかな、コーンの意識と足の裏の意識。あのね、コーンやるときは別に足の裏の意識なんか必要ない。コーンがないところで意識するの。だから俺とかのフリーランって、はい、普通に滑ってるだけじゃなくて、はい、そういういろんなことを試してるの。ここの感覚もうちょっと大事にした方がいいなとか、ここしっかり終わらせようとか奥深そう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 、ここ終わらせた後にどう動かそうとか、はい、っていう細かい一個一個のね、はい、要はいろんな関節の言葉を聞くいや足首聞いてなかったでしょ足首に目向けてなかったでしょ、ね、会話してなかったでしょ。でも今足首に会話できるようになったでしょお前そんな意見言ってたんかみたいな感じになったでしょ。ごめん今までごめんごめんそう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 挙手してたんだ、ごめんごめん。そうそうそうやっぱね、そういうところ分かるのすごい大事だから、やっぱりミーツ大事だから、トリも3つ大事だから全身で3つしてこう。そう全身みんなの意見大事にしてこ うみんなの意見超大事だからやっぱりそういうのを聞いて、あ、なるほどねっつって、で、まあ、要所要所、まあ、今回こういう案件だからこういう、みんなでこういうふうに、お前の役割これな、みたいな感じで俺の役割これだから、お前ちょっとこれやってよ、みたいな感じで、あ、なるほど、やらないといけないよ、はい、でも、もう今までのキャシーは脳みその中の王様が私こうだから終わりみたいな感じだから、おお、どうすればいいのみたいな感じになっちゃってたの。メンバーがついてこなかった。そうそう、メンバーがついてこなかったよ。で、まあ今回冬ね、マジックソウルのおかげでメンバーが、あ、なんかこうやればいいんだなって、分かった、なんとかやってみるねっていう滑りがあれなわけだからでしょ。だってキャシーは何も変わってないわけじゃんか。はい、ね、あの メンバーを統率する司令塔が別にできただけだからそうそうそう、だからね、自分でミーツして統率できるようにしていこう、自分の中で。そう、自分の中で。そう、すごい大事だから、ね、なるほど。やっぱりいろんな、だって右手が勝手に上がってたわけでしょ。はい、あの理由あって右手上がってるから。何ですか。だから、いや、その動き、こういう動きじゃ無理です、右手上げなきゃっていう、なんだろう、全身の悲鳴があの右手に現れてるだけだから全員で声を上げてたわけですね。そう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 、だからね、右手上がってるのもよく分かってなかったじゃん、はい、だから、まっすぐ滑ってるのもよく分かってなかったわけ、はい、で、まっすぐじゃん、右手上げてないし、みたいなここの王様がそう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 だからね、ちゃんと向き合ってねメンバーと向き合ってこ うで、どこと向き合うかもすごい大事だから、どう向き合うかも大事だから。おー、だから自分が今できるターンっていう中で、ターンの終わりに足首がこう動かずにまっすぐ行けるポジションを行けるために全身と相談するターン中にね。そう、ターン終わってからじゃないから、ターン終わってから足首止めるじゃないからで、みんなで見ていく。そうそうそう、足首をターン終わった後に止めるためにはみんなどうしたらいいと思うっていうミーツをね常に開催したい。マジなゴミ、マジなゴミマジラブピじゃねー、ラブピじゃね、やっぱラブピ大事じゃねそういう意味を込めてのラブピでしょね。そういう意味を含めてのラブピだ全身ラブピでいきましょう。全身ラブピでいこうそれだけは突っ走っちゃいけないんですね。そうそうそう、ちょっと見直します、はい、ちょっとそういう感じで、ね、3つして練習していこう。各自の声聞いてきますね。各自の声聞いていこう。わかりました。ここどうすればいいんですか、ここ言ってるわけですね。そう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 、ここどうすればいいんですか。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。そりゃかっこよくないわけだ。そうなんだ、はい、そう、そのせいでかっこよくない動きがどんどん出てっちゃう。なぜなら自分で制御してないから。そう、制御されてるからかっこいいわけよ。デザインと同じだから。あのセンスがあるから、はい、なんかアートって綺麗とかかっこいいとか美しいとかじゃないから、じゃないから。みんな知ってんの、どうやったら綺麗にかっこよく見えるかっていう基礎を知ってんの。その基礎を知った上で自分なりのアレンジを加えてるから
アートは美しいんだ。なるほど。ピカソの絵とか適当じゃないから私でも描けそうと思ったのはでしょ、はい、描けないから、あれすごいから。へえ、マジでちょっと研ぎ澄ましていきたいですね。あ、まあ、俺は凄さが分かんないからあのホームページとかテレビとかで情報をもとにすごいらしいぞっていうことだけ知ってるぐらいだ。そうそう、でもね、自分の子だったら自分で情報収集できますからね。そうそうそうやっぱりミーツしてトレーニングね。ミーツ&トレーニング大事だから。していきましょう、うん、やっていこう。ゴックゴックってどうですか。